村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、オートメーションということについて、ご紹介したいと思います。いや、そんなの知ってるよっていう方もたくさんおられると思うんですけれども、僕の周りを見てたらですね、案外、周知されてないっていうことがあるんですよね。今回僕の画面はスタジオ1ですけれども、キューベースの方のオートメーションということになった、なるとですね、ここに今、スタジオ1は追加削除というのになってるんですが、ボリュームとかパンっていうのはですね、初めからキューベースなんかでは表示されててですね、あ、ボリュームをオートメーションすること、知ってる知ってるという感じなんですけれども、案外知られてないのがですね、このいろんな VST のですね、ほとんどの操作が自動化できるということなんですね。例えばですね、この今回のソフトを少し紹介しますけれども、先日から気に入ってるですね、バーチャルギタリストユージャムという会社がね作ったソフトなんですけれども、そのうちのアンバーというですね、アコギのストロークを表現するような VST なんですけれども、これはまずここにですね、このように、まあ、MIDI を打ち込んであるわけですね。まあ、単純な1小節に、1つの全音符で、ドミソとかですね、ドハラとか、そういうのをこうここに、入れてるだけなんです。これの、まあ、ツールとしましては、これも今お気に入りなんですが、キャプテンコードというのでですね、ここに、例えば4小節作りたかったらこういうふうに作ってですね、で、5度の音に変える、そして、はい、4つで、5セブンスとか、こういうふうに、本当に、白玉が入れやすい。もちろん、電音符だけじゃなくって、いくらでもですね、こういう形で、はい、一拍ずつに、修正することもできます。このようにしてですね、作ったミディをここでずっとこう引っ張ると、ここにミディ入れれるようになるわけですね。はい、ちょっとこんな感じで、入れました。これは一応マッキーしますね。こうやって今8小節分ループをかけております。まずここまでがスタートですけれども、そしてですね、まあ、今どんな音が鳴ってるかと言いますと、はい、こんな感じでですね、コードに合わせて、素敵なストロークが弾かれると。そして、これをですね、手動でちょっと変えていきます。はい、今オレンジのところを切り替えていってます。こうやって、オレンジのところをこう切り替えれるんですけれども、あとは例えばこんなこともできます。ギターのストロークのポジションですね、ホール寄りで弾くとこんな音、少し柔らかみが出ます。エッジ寄りで弾くと硬い音が鳴ります。はい、じゃあこのこれポジションというここのですね、パラメーターを自動でやるにはどうしたらいいかということなんですが、ここにですね、追加ということで、ポジションというパラメーターを探します。ポジションありましたね。これをダブルクリックするとこちらの方に来ますね。そしてここに一つできました。そしたらですね、このポジションを、ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんみたいにですね、今のように、切り替えたいと思いましたら、ここ今約真ん中になってますけれども、ここをですね、はい、
低い方に持っていきます。またここをちょっと戻します。そして、次はですね、今度は次のところの半小節いったところで、はい、硬い方に合わせます。エッジ寄りですね。そして、また戻します。じゃあこれを繰り返すように、もしくは、今回は1拍分だけ、硬く弾く、こんな感じでオートメーションを変えていくんですね。はい、そしたらどんな風に聞こえるか、そしてこの画面ですね、画面のこのポジションが自動で制御されることを見ていてください。はい、これが、オートメーションなんですね。そして今回はこのユージャムさんのですね、スタイルというのは約100種類のスタイルがありまして、その中でここにですね、またスタイルフレーズというのがありまして、これはどういうふうになっていくかというとですね、100種類の中にまたこんだけ、こういうふうに100種類のスタイルの中に、またここで C1 からですね B3 までですね、この C の音まで、この音をMIDI に書いてあげるとですね、それももちろん自動化するということです。今日はまあオートメーションの勉強ですので、ちょっとここの MIDI 指定まではできるということだけで、ここに今ちょっと書いておきますけれども、1個だけ見ていただきましょうか。はい、ここで、はい、ラの音シですね、この C のラの音のところにこれを弾きました。で、途中からですね、途中から変えましょうか。ラの音ソのシャープにこう変えます。そしたらここでですね、再生をしてたら ここをよく見ててくださいね。はい、こういうふうにですね、ここに書いたことが反映します。まあこれはいいとしましてですね、じゃあオートメーション、はい、今テーマにするのはここで、しているスタイルというものです。スタイルをですね、このようにはい、スタジオ1では、まあ、こういうふうにギダ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 しておるものを押したい、下げたいとか上げたいとかいう時はオルトを押したらこう手のひらツールになりますので、例えばこういうふうにして、はい、どん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 切り替えていきます。ここのポイントありますね。ポイントのところで、まあ、動かせばですね、新たに作っていくときに楽なんですが、こんなこともできます。どんどん変わっていくというね、すごく イレギュラーな話ですが、こういうカーブしながら変わっていくとか、こんなことも、まあ、できます。こういうふうにですね、オートメーションというのは
その都度その都度自動で、やりたいことをこのように書いていくことによって、この演奏のスタイルをですね、自動で切り替えることができます。ちょっと見てください。このオレンジのパラメーターが変わっているところに注目してください。はい、このように、オートメーションというのはボリューム、そしてパン、こういう一般的な、オートメーションだけでなく VST 全般ですね、ほとんどのパラメーターをこのようにして自動で制御することができます。初めて聞いたっていう方もですね、DTM を長くやっててもへーなんていう人もたくさんいます。これができるとですね、本当に音楽を作るのに便利です。もう十分に使ってらっしゃる方もおられるでしょうし、聞き始めという方はですね、ぜひともオートメーションを勉強していただくと、とっても便利に、そして楽に、そして今までできないと思ってたことができるというようなことにもなりますので、皆さん挑戦してみてください。村長でした。